沢だ。お前なら俺がここにいるってわかるんじゃないかと思ってたよ。よく来てくれたな、シナダ。勇敢を見たよ。まさか球界のエースであるお前が万年 B クラスのワイバーンズに移籍するなんてな。驚いたよ。藤田さんとの約束だったんだ。15年したら彼の仕事を俺が引き継ぐってな。気づかなかったよ。藤田さんの球界復帰が名古屋組の代替わりの予兆だったなんてな。そうなんだろ、沢田。お前、俺がこっちの出身だってことは知ってるよな。ああ、中京学院のエース。名古屋が生んだ10年に一人の天才。それがお前の高校時代の呼び名だった。だが人生ってのは不思議なもんだな。くじ引き一つで名古屋出身の俺が東京に、東京出身のお前が名古屋のチームに入ることになっちまうんだからな。結果お前は全く関係のなかった名古屋のためにその野球人生を奪い取られる羽目になった。そして俺は誰もが認める球界のエースとなった。でもお前はこうしてまた名古屋に帰ってきた。これも全て名古屋組を藤田さんから引き継ぐためだというのか。ああ、そうだ。どうしてだよ。どうしてそこまでして名古屋組なんかを守る必要がある。今のお前にはもっといろいろ守らなきゃならないものがあるはずだろう。高校の時の友達に言われたよ。俺らは夢を見させる側の人間なんだって。俺やお前はただ野球やってるだけじゃないんだ。このグラウンドに立つ人間はいろんな人間の夢背負って野球やってんだよ。もう聞いてるだろ、牛島さんや真鍋さん、名古屋組の構成員だった人たちはみんな出頭した。そうだ、もう名古屋組は終わりなんだ。悪いことは言わない。これ以上名古屋組を使って誰かを苦しめるようなことはしないでほしい。やはりお前は何も現実が見えてないようだな。何？名古屋組が終わったなんてことは分かっている。俺は最後の仕事をするために名古屋にやってきたまでだ。最後の仕事？お前だよ。名古屋組のことを知りすぎたお前を始末する。それが俺に指示された最後の仕事だ。さまだ。今朝警察に出頭した人間は全員釈放されたよ。警察は何事もなかったように処理する方針だ。なんだって？シナダ、この一件はお前が思っている以上に大きな力によって操作されているんだ。警察すら動かしてしまうような強大な力を持った人間によってな。どういうことなんだよ沢田。誰なんだよお前にこんなことさせてるやつってのは。それは あいつら俺の見張り役の連中、近江連合の人間だ。近江？どうして近江が？あれが答えさ。藤田さんも俺もずっと近江連合のある組織によって動かされていたんだ。ある組織って？近江連合の出身団体、神戸黒羽組。名古屋組はそれまでずっと名古屋を仕切っていた近江連合の連中を追い出すために黒羽組が中心となって作った組織なんだ。つまり近江連合内の島争いによってできた組織だったんだよ。近江連合が近江連合を追い出すためだと？そして俺も藤田監督もその黒羽組に魂を売り夢を手に入れた人間の一人だ。なんだと？品田、
俺はな、お前が思っているような天才でも立派な野球選手でもない。あの甲子園だってそうさ。俺は黒羽組の力を借りて優勝したんだ。そんな、まさか。本当だ。黒羽組は対戦する高校の監督の買収から選手への賄賂まがいの脅迫、手段を選ばず勝つための手段を取った。まさか豊戦でカムロ校の連中を使ってうちの野球部に妨害を入れたのも。そう、黒羽組の仕掛けだ。まああの時はお前の高校のやつに邪魔され計画はうまくいかなかったがな。それで俺らとの一回戦だけはガチの勝負になっちまったってことか。道理で俺が気づかなかったわけだ。つまり俺にとっての甲子園とは一回戦だけが実力勝負、実質的な決勝戦のようなものだった。純真無垢の天才バッター品田達夫を抑えることさえできれば甲子園の優勝は約束されていたからな。そして俺はお前に勝った。結果一回戦で負けたお前はドラフト会でワイバーンズに拾われた。逆に俺は高校球界の至宝と言われドラフト1位でギガンツに入団したんだ。どうして黒羽組がそこまでして俺を甲子園の優勝ピッチャーにさせたかわかるか。まさか。そうさ、ギガンツ対ワイバーンズ戦、俺が登板する全ての試合で黒羽組の計画に乗っ取った野球賭博を成立させるためだ。誰にもバレない、展開の荒などに左右されない完璧な仕掛けの野球賭博を仕掛けるためにな。そんなことが。そもそも野球賭博ってのは八百長を仕掛けるのが難しいギャンブルだ。いくら投手を買収したところで相手バッターが打ってくれなきゃ勝たせられない。いくらバッターを買収したところで相手のチームが点を取らなきゃ負けさせられない。だがワイバーンズのスタメン全員と監督、それに対戦チームのピッチャーが俺であれば完全な八百長が仕掛けられるってわけか。そういうことだ。だが完璧な計画とはいえ一度だけ八百長に失敗したことがある。お前がホームランを打ったあの試合だ、品田。あの日の黒羽組の指示は0対1でホームのワイバーンズが負ける予定だった。だが9回裏までギガンツのバッターはワイバーンズから1点も取ることができないでいた。いくら相手を勝たせたくても点を取ってくれないことには話にならない。だが露骨なエラーをさせて相手に点を取らせることもテレビ中継の手前都合が悪い。焦った藤田監督は内野経験のないお前をわざとセカンドの酒井に変え代打に送った。俺がお前からは打てないと藤田監督は踏んだってことか。藤田さんは誰よりもお前の得て増えてを知っている人だったからな。それで監督はカーブを投げるようお前に指示を送ったのか。ああ。じゃあ7球目あのストレートはどうして投げた。藤田監督の指示を無視して俺との勝負をつけたかったのか沢田。違う、あれは監督藤田さんの指示だったんだ。え、なんだと。監督の。ああ、そうだ。あの時俺にストレートを指示したのは他でもない藤田監督だったんだ。どうして、どういうことなんだ沢田。それは喋りすぎたぞ沢田。お前が打たないなら俺が打つ。まあその時はお前も始末することにはなるがな。分かってる。名古屋組の連中は名古屋組が黒羽組に裏で操られていたという真実を知らない。
彼らは名古屋という町を守るために藤田監督や俺を信じ指示に従ったに過ぎない。それは信じてやってくれ。そうだ。覚悟はいいな、品田。